私の知人の話ですが、今まで見聞きした心霊現象の中で一番怖かった生き霊のお話です。この話に出てくる方の背景は殺人事件につながっているので、場所時期名前等は伏せてあります。私の知人亀美香さんは日本舞踊を習っていました。日本舞踊は私の聞いた限りではとてもお金のかかる芸の一つで、特に着物や発表会のチケット売りに大金がかかります。彼女自身は小さな会社の事務員でしたので、やむを得ずというか趣味と実益を兼ねてパトロンを数人、会社の社長、銀行の頭取、有名商社専務などなどをローテーションさせて、豪華な舞台衣装や発表会のチケットを売りさばき、ついに、名取、名取になりました。そんなある日のことです。彼女は首に包帯を巻き、やつれ切った姿で私たち友人の前に現れました。どうしたの？と聞くと、彼女はしんどそうにこう答えました。毎晩女に首を絞められるの。それで寝られなくて。驚いた私たちに、美香さんの首は包帯を美香さんは首の包帯を外して見せてくれました。その白く細い首に赤黒い手の跡がくっきりとついていました。それを見た友人が、お祓いに行ったらと言いましたが、美香さんはダメと言います。なぜと聞くと、彼女は辺りを見回して小さな声で私たちに言いました。首を絞める女は私の知り合いなの。それに生きてる人だから。美香さんの話では、深夜寝ている彼女の上に馬乗りになって首を絞める女は、日本舞踊で一緒にお稽古していた人で、お金を使って名取になった美香さんを恨んでいるようでした。その人は未だに名取になっていないそうですが、それとなく師匠にその人のことを聞いたら、元気よと言っていたそうです。その後、美香さんは私たちの勧めもあり、第三者を伴って首を絞める女のところに昼間出向き、生き霊の話をしたそうです。その人はかなり怒ったそうですが、あなたを恨んでいたのは本当だからと納得してくれたそうです。この一件は生き霊の当人と話し合うことで解決できました。しかし彼女はこの後、もっと悲しい怖い出来事が待っていたのです。生き霊の続きです。以下の話は実際の殺人事件につながっています。この殺人事件はまだ時効ではありません。生き霊1のあの件があってから数ヶ月後、美香さんは会社の地下にある資料室で資料整理と処分を私と A さんと3人でやっていました。地下の資料室はかなり広く、換気口はついているものの、ジメジメして蛍光灯の明かりだけの殺風景な場所でした。朝10時から始まって昼頃になり、休憩に行くことになりました。この会社は昼休みを交代で取る規則があり、12時から13時までを私と A さんが食事に行き、13時から14時まで美香さんが休むことにしました。私と A さんが出て行ってから数分後に、美香さんは資料室の外から階段を降りてくるものに気がつきました。最初、美香さんはもう戻ってきたのかな、 A さんと私がと思ったそうです。しかし、いつまで待っても入り口に姿が見えないので、気のせいかと思い作業を続けました。しばらく経ってふと入り口を見ると、そこにお母さんが立っていました。あら、お母さんどうしたの。美香さんはお母さんに話しかけました。お母さんは入り口に立ったまま、今日は早く帰ってきてほしかったからと言いました。美香さんはせっかく来てくれたお母さんにお茶でも出そうと、今仕分けしていた書類を棚に戻し、お母さんへ振り返りました。そこには誰もいません。美香さんは入り口や階段を見に行きましたが、そこにはお母さんの姿はなく、1階のロビーまで行ったのですが、受付の女性もそんな人は見ていないとのことでした。
なんだか不安な気持ちがしてきた美香さんは公衆電話で自宅に電話しました。何回かのコールの後、電話にお母さんが出ました。お母さん？どうしたの？びっくりした声出して。ずっとうちにいた？うん、さっき起きたところだから。美香さんの家は母子家庭で、自宅の1階でスナックを営業していました。夜が遅いお母さんはいつも11時頃に起きてくるのです。でもさっき見て話をしたのも紛れもなくお母さんだったので、美香さんは困惑しました。でもまさか会社から自宅まで車で1時間はかかるのにお母さんが電話に出るわけがない。ひとまず美香さんは今日は早く帰るからとお母さんに言って電話を切りました。さっき見たお母さんは何だったのだろうと考えながら、資料室に戻ろうとした美香さんと私たちは階段のところで出会いました。美香さん、休憩に行っていいよ。ちょっと早く戻ってきたから。私たちは地下の資料室に美香さん一人でいるのはかわいそうだということになって、早めに休憩を切り上げてきました。じゃあ行ってくる。美香さんはそう言って食事に行きました。13時50分ごろ帰ってきた美香さんに、そういえばと A さんが話しかけました。私たちが食事に行った後、誰かここに来たでしょう。美香さんはびっくりして、なんでと聞き返しました。だって私たちがまだ受付で外出の連絡をしている時に、資料室に行く階段を女の人が降りていくの見たもん。私も確かにその後その後ろ姿を見ました。コバルトブルーのカーディガンを着た女の人が階段を降りていくの。その日の夕方、美香さんはやむを得ず残業をしていました。その彼女に6時10分ごろ電話が入りました。警察からでした。美香さんの家のスナックに出勤してきたバイトの女性が、店内で血まみれになって死んでいるお母さんを発見しました。ブルーのカーディガンにスカートの姿のお母さんは包丁でめった刺しにされていたようです。死亡推定時刻は4時から5時50分の間らしく、4時に酒屋が店に入った時はお母さんは生きていたそうです。現在もまだ犯人は捕まっていません。美香さんがあの日残業をしなかったら第一発見者になっていたかもしれません。お母さんはそれを望んだのでしょうか。